大王松とは、松下松族の樹木である。大王将とも言う。松下松族に分類される松の一種。ピーニュースア族、オーストレイルズ説に分類される。和名の大王松は口実のように巨大になる、形態的特徴から来ている。英名ロングリーフパインも、形態的特徴から。種商名プルストリスは、湿地に住むという意味で、生態的特徴から来ている。 アパラチア山脈以南、フロリダ半島を中心に東は、バージニア州などの大西洋岸、西は、ミシシッピ川を越えて、テキサス州に至るメキシコ湾沿いの地域、いわゆるガルフコーストと呼ばれる、アメリカ合衆国東南部に分布。分布地の年間平均気温は16度から23度、同行水量は1100ミ、mm、リメートルから1800ミ、mm、リメートル、程度。樹高30から35メートル。 時に50メートル近くに達することもある大型の松。樹皮は赤みを帯びた茶色。葉は長さ40センチメートル以上になることもあり、松族の中でもヒマラヤに分布するピーニュースロクスバーブと並び世界最長の部類に入る。葉はオーストレイルズ説に属する多くの仲間と同じように三神用。土壌を選ばずに生育し、水はけの悪い湿った土地から、 乾燥した岩場まで生息する。原産地では海岸地帯から標高600メートル程度の範囲に分布。大西洋、メキシコ湾岸で最もよく見られるのは標高200メートル以下の場所で、このような場所は海底堆積物由来の水はけの良い砂質の土壌が厚く堆積している。アラバマ州の分布地では山岳部では河口岸、渓岸、 結晶変岩、千枚岩、粘板岩などの火山岩に由来する場所と、谷の部分では、砂岩、石灰岩、血岩、ドロマイトなどの堆積岩由来の土壌に生育する。ありがとうございます。